編集者っていうのは、まあ、簡単に言えば経営者のお話を聞いてコンテンツにするっていうお仕事、まあ、例で言うと識学さんって認知の壁を越えましょうっていう言い方をしていて、認知の壁を越える前に自社のこのサービスを言いたいです、採用募集してますとか言っても聞いてくれないので、まずこの人は組織マネジメントの解決をしてくれる人だっていう認知を取った上で、今度こんなイベントやりますとか採用やってますとか、どういうものにたどり着ければその認知の壁を越えられるものに出会える。一番はやっぱり新 R25 企業トッププランナーの小林です。さて本日のトークテーマは、企業が届けたい情報を伝わるコンテンツに変える極意というテーマで、株式会社ワーズ代表の竹村俊介さんと新 R25 編集長渡辺の対談形式でお送りしたいと思います。お願いします。はい、よろしくお願いします。もしよろしければちょっと簡単に自己紹介をね。はい、株式会社ワーズの、竹村と言います。2018年までダイヤモンド社にいて書籍の編集をやってたんですが、その後独立しまして、一番分かりやすいので言うとやっぱメモの魔力かなと思うんですけど、メモの魔力。あ、そうか、これもやってたんですね。厳密に言うとそのディレクションというかはもちろん箕輪さんなんですが、はいはい、下のライティングをね、ライティングの下働き的なところで、はいはい、関わらせていただいたという、はい、って感じですかね。うん、まあ、ダイヤモンド社時代は佐藤柏さんの本だったりとか、週刊文春の仕事術、そうですね、はい、で2019年20年あたりから、まあ、経営者のノートの代わりに書いてあげるみたいな仕事がこれ需要あるなっていうので始めたのが、で今に至るみたいな感じです。顧問編集者ってやつですよね。はい、そうですね、はい、編集者っていうのは、まあ、簡単に言えば経営者のお話を聞いてコンテンツにするっていう、まあ、お仕事なんですが、まあ、そもそもなんか編集者って著者の方、作家の方の隣についてその方のこう思考とかをどうやってコンテンツにしていくかとか、うん、まあ、そもそもどういうのを書いたらいいのかなみたいなところとか、まあ、そこからこう付き合ってあげて一緒にコンテンツを生み出していくっていう仕事なんですが、うん、その著者とか作家に当たるところが経営者に変わっただけ で、あとはまあ出どころがそのアウトプットが本っていう紙じゃなくて、うん、こうノートとかツイッターとかちょっとデジタルになったっていうところが、うん、自分のメディアっていうんですかね。そうですね、うん、だから僕としてはやってることは一緒だと思うんですけど、はい、ちょっと使うツールと対象が変わってきてるっていうことかな。うん、背景的にはそのこれまではまあ、経営者の発信っていうと新聞だったりとか雑誌だったりとかテレビだったりとかの PR の方がこうリレーションを作って、うん、で自ら別にコンテンツを作らなくても情報提供さえしていれば、うん、まあ、メディア側がうまくあのディレクションして作ってもらうことができたんですけど、今はもう逆に言うとこう自分たちがメディアというか企業がメディアを持てる時代になってきたので、うん、その場合にコンテンツを作る人が、うん、実はいないんじゃないかっていうので企業側に編集者というか、うん、ディレクターディレクションできる人がいた方がいいんじゃないかっていうことでやらせていただいてるっていうのが顧問編集者です。まあ、メディア掲載だとね、自分たちがやりたいように取り上げられるか分かんないみたいなね、そうこともあるから完全にコントロールできる形で編集者いてもいいんじゃないかなと思ってやりだしたっていう。そうですね。顧問編集者っていう概念自体あんまなかったですか？まあ、もともと、まあ、一人、顧問編集者って言ってる、言って活動されてる方はいたんですけど、まあ、その方ともご挨拶して、はい、なんか、顧問編集者盛り上げていきましょうみたいな形で、はいはいはい、言って、ただ、まあ、経営者の隣で、っていうので、始めたのは僕らが最初かなとは思いますけど、はいはい、なんか昔ZOZO の前澤さんの実はあの発信のサポートを中で田畑さんがやってたみたいな話があって、あれもしかしたらちょっと同じような役割だったかもしれないですよね。確かにそうです ね、結構入れ知恵してたっていう話聞きましたけど、 そうですよね、それをまあ外部でやられてるってことですね。うん、それでは始めていきましょう。まず一つ目のトークテーマですけれども、竹村さんが考える情報とコンテンツの違いとはです。企業の伝えたいこうただの情報とコンテンツとでは大きな違いがあるのかなというふうに思ってるんですけれども、まず竹村さんが考える情報とコンテンツの違いから伺ってもいいですか？
まあ、これ竹村さんがね、はい、よく発信で情報とコンテンツっていうのを一応分けて定義されてたんで、多分ここが企業が何を発信すべきかっていうところのなんか軸な気がしたんで、ちょっとここの考えから聞いてみたいなと、はい、そうですね、まあいろんな定義はあると思うんですけど、僕が一番分かりやすくてよく言ってるのは、感情が動くかどうか、感情が動かないものが、コンテンツ以前というか、で、まあ、感情が動けばコンテンツっていう言い方をしてますが、なるほど、はい、そういう定義なんですね。ただただ情報を並べてるだけだと何とも思わなかったりとか、うん、まあ、行動に移らなかったらただの情報というのかな、うんうん、だと思うんですけど、はい、やっぱ感情が動いてそれが何かしらの行動に移るっていうのがやっぱいいコンテンツというのかな。感情、そっか、感情を動かすとか態度変容につながるものっていう、そうですね、ことなんですかね、はい、そういう定義をしていると。僕はね、全然違う話ですけど、宣伝会議で、はい、ライターさん向けとかになんか講義をやってるんですけど、はい、結構その、うん、話題になるコンテンツの作り方みたいな、はいはい、あれだったんですよ、講義で、はい、でその時の一丁目一番地で、はい、じゃあ話題になるコンテンツ作る時に何が一番大事なんですかっていう時に、感情刺激っていうのをど真ん中に持ってきて初め話すんで、まあ、そういう意味じゃそこも近いところあるかなって思うんで、うんうんうん、確かに確かに。竹村さんもだから、もちろんそれはポジティブに感情を動かしたいっていうわけじゃないですか、うん、はい、そのためにまあどう発信するといいかのサポートをしてるっていうことですよね、うんうんうん、そうですね。これだけの SNS の時代で、情報過多の時代にただ情報を出してるだけだとなかなか読んでもらえないのかなという、うん、例えとしていいか分かんないですけど、はい、やっぱお腹空いてる人がいっぱいいる時だったら、うん、生野菜とか普通の、うん、なんていうか、人参じゃがいもとか置いといても、なんか食べてくれたんですけども、うん、食材はいっぱいあるみたいな時って、うん、やっぱカレーライスだったり、うん、カレーライスでももっと美味しいカレーライス、うん、なんならお母さんが作ったカレーライスみたいな、うん、ちょっとこうちゃんと食べやすく、うん、美味しいものにしないとなかなか食べてくれないよっていう時代、まあ、厳しいですけど、そういう時代なのかなっていうのは思ってます。もともと情報発信とかね、コンテンツ作りとかって、まあ、プロがやるものだったっていう時代ですもんね、もともとはもうテレビだろうと本だろうとっていう、はい、そうです。でそれが民主化された時に、うん、もしかしたら当たり前にプロが作ってる時はその感情をどう動かすかとかって、はい、プロはみんな考えてたことだったんだけど、はい、それがこう民主化されて誰でもできるってなった時に、うん、まあ、そういうところをまだね、ノウハウだったりやり方が確立できてない人がみんなこうやりだして、はいはい、でなかなか競争になってくると勝てないみたいなことになってる、うんうんうん、そうですね、っていうことなんですかね。はい、僕が本作ってきて本作ってる時ってやっぱ読んでもらえない前提だったんですよ、うんうん、なんていうのかな、これ作っても、いや一生懸命作るんですけど、はい、ね、1500円なりで買ってもらわなきゃいけないんですけど、はいはい、でみんな買ってくれると思って僕は出すんですけど、うん、あんまり売れないとか言うっていう時の悲しさって結構、はい、大きくて、もうどうやったら読んでもらえるんだろうって、このタイトルじゃ弱いかなとか、うん、いや逆にあざとすぎるかなとか、うん、っていう試行錯誤の中でコンテンツにしていって発信してたので、うん、なんかそのマインドのまま割とこの企業の発信のお手伝いみたいなことをした時に、はい、あ、みんなでも結構、まあ、あんまりいい方じゃないかもしれないですけど、はいはい、あ、みんな読んでもらえると思ってんだなっていうか、うん、なんか確かに、ね、リリースにしても何にしても、あれ全然読まれてませんけどとか、はいはい、っていう、なんかまあ別にね、読まれることがファーストプライオリティじゃない場合もあるので、うん、まあ、それはそれでいい、なんかブランディングとか、うん、自分たちで発信するときは、はい、そのリーチを、まあね、大量リーチをする場を持ってなかったら、うん、もう読まれないともうブランディングもクソもないっていう状態じゃないですか、はい、そこが結構ネットでやるときの、まあ、ハードルではありますよ ね、 そうですね。本でやるとか雑誌でやるって一定棚に置かれるっていうね、うん、ところが担保されてたっていう、まあ、良さはあったから、はい、より難易度が上がってるっていうのが、まあ、自分の見解ではあります。一応まず情報とコンテンツの違いは、はい、竹村さん曰くその感情をどれだけ動かせるかということにあるという中で、うん、じゃあここはまあ定義なんでサクッと終わらせて本題に入りましょうか。皆さんが一番気になるトークテーマかなとも思ってるんですけれども、まあ、そんな企業の発信におけるいいコンテンツにしていく条件を今回竹村さんにはお伺いしていきたいなというふうに思っております。竹村さんご自身の会社の事例ですとかクライアント様の事例の中で、まあ、ターニングコンテンツ、まさにこう企業を加速させるコンテンツ
いい事例になったなというものがあれば教えていただきたいなと思うんですけれども、いかがですか？一番いいのはあれかも、文脈が変わるとめちゃめちゃ価値出せたなと思います、まあ、例で言うとその式学さん、式学さんって安藤さんの顧問経営者やってたんですよね、はい、それが一発目の顧問契約としては1社目の方なんですけど、ああ安藤さん1社目ですか？そうですね、そうなんだ、1社目、はい、面白いですよね。そうキャラが立ってますよね。キャラが立って、まあ、式学のコンテンツ自体がもちろん素晴らしいものなので、はいはい、別に僕らの手柄とは全く思ってないですけど、はい、ただまあこれまでは金目潤さん のタクシー広告やったりとかして、確かに、ね、結構認知度は上がってたんだけど、ちょっと逆に言うと怪しいとか、なんか知る人ぞ知るの、はいはいはい、何なんだろう式学ってみたいな、宗教っぽいとか軍隊っぽいとかいろいろ言われてて、あんまりメジャー感がなかったんですけど、はい、結構安藤さんのやっぱ一人称の発信で、はい、ツイートとノート で、うん、であと式学がどうかっていうことは、うん、あんまり普通の一般の人たちって興味なくて、うん、というよりはなんかこう上司やってるんだけどどうやってマネジメントしたらいいか分かんないとか、はい、組織崩壊しそうだけどどうしたらいいかとか、はい、どうやって部下を育てたらいいかって悩んでる人の答えになるようなものを、うん、安藤さんの一人称でいろいろツイッターとノートではあってやることで、うんうん、ちょっとずつこう式学ってまあ割といいことも言うんだなとか、うん、あ割とまともなこと言ってるんだなっていうのがちょっと浸透していって、うんまあ、最終ね、そのリーダーの仮面っていう本に一冊になって、それがまた何十万部か売れることで、はいうん、結構なんかこれまでのちょっと怪しいかも文脈から結構いいかも文脈にちょっとこうシフトできたかなとは思って、うん、そういうことができるコンテンツってうん、やっぱ僕からするとよかったなっていうか勝ち出せたな。文脈を変えるですか？でももうそれなんか気になるのでそれもなんか掘っていっちゃいたいなと思うんですけど、はい、じゃあそれをまあそれはもちろ ん、 なんかポジティブな文脈を新しく作ったっていうことだと思うんですけど、はいはい、初めにどう設計して どの辺からこうね手こ入れしていったっていうか、はい、どの辺からやろうと思ったんですか？僕のその本の作り方というかコンテンツの作り方って、はい、なんか企業の発信を今日のタイトルでも企業の発信ってなってるんですけど、はい、企業の発信をどうにかしようと思ってあんまり仕事したことないなってさっき気づいて、なるほどなるほど、そうずっとその目の前の人の渡辺さんだったら渡辺さんの一番面白いところとか、うん、今困っていることをこの人は解決してくれるかもしれないっていう、うん、ある種下心でこう近づいてって話を伺って、うんうん、でなるほどって思ったものを素直に文章にすると、うん、意外にみんな読んでくれて役にも立って、うん、結果的に渡辺さんのイメージがちょっと変わる、うん、だから結果的にちょっとこう文脈が変わったりとかすることはあるんですけど、はいはいはい、そのじゃあ今のやるときにですよ、企業側からしたら顧問契約してるときに、はい、なんか多分目的があって、うんまあ、しかもね結構話聞いたけど、まあ、全然そんなお安くはないなって思ってまして、はい、高いですそう、まあね、高いですっておっしゃってでも僕もそう思ったんですよ、はい、でそれだけの価値を感じてくれてると思うんですけど、はい、目的あって、うんね、こういうのを伝えたいとかっていうのがあって発注してるはずだから、あ、まあ、その目的を叶えるために動くことはあるじゃないですか。そうですね、でそこどういう流れなのかなと思って。確かにこれは結構発信の流れも前半と後半と大きく分かれていて、前半の部分でなんとか最初の 1,2,3 本目のノートとか長い大きめのコンテンツでまずなんか認知の壁みたいな言い方をするんですけど、認知の壁を越えましょうっていう言い方をしていて、認知の壁を越える前に自社のこれをこのサービスを言いたいです、採用募集してますとか言っても聞いてくれないので、まずこの人は組織マネジメントの解決をしてくれる人だっていう、うんまあ、安藤さんだったらですけど、うんうん、っていう認知を取った上で今度こんなイベントやりますと か採用やってますとか、なるほど、ね、渡辺さんっても有名なので、多分渡辺さんだったら多分 何言ってもっていうことはないかもしれないですけど、はい、結構聞いてくれると思うんですけど、はあはあはあ、これが全然知らない人だったらまず渡辺さんを知ってもらわなきゃいけないので、うんうん、安藤さんを知ってもらいましょうっていうことで、
バンバンコンテンツを出してまず輪郭を作って認知の壁を越えた上 でやっと、企業の言いたいことをああ言ってくださいみたいな感じで、はいはいはい、うち弊社のビジョンはみたいなことがやっと言えるようになるので、そのステップでやってるんですね。そうですね、だから これを言いたいっていうのがあったとしても、はい、まずは認知の壁越えないと、うん、聞いてくれないんで、まず認知の壁を越えましょうって言って、はい、でもう根掘り葉掘り聞いて、あそのストーリーめっちゃ面白いじゃないですかとか、 そこですよね。じゃあ確かに今のステップは分かりやすくて、はい、まずは伝えたいことをしまっておいてでも、はい、一回認知の壁越えるステップから入りましょうっていうコンサルから入るわけじゃないですか、はい、でそうするとじゃあまず認知の壁を越えるときに、はい、まあいろいろやってる中の経験上どういうものにたどり着ければその認知の壁を越えられるものに出会える、まあ、材料がね見つかるかとか、はい、多分認知の壁を越えるって頭で話聞いていくわけじゃないですか、はい、その時にどの辺が金脈になりやすいんですか。一番はやっぱり企業だったら、まあ、創業社長に限るかもしれないですけど、まあ、企業の、うん、企業物語ですね、企業ストーリー、なんで会社を作ろうと思ったのか、なんでこの事業を始めようと思ったのかっていうところが一番面白いし、まあ、ストーリーとしても面白いし、まあ、僕が興味持てる部分でもあるし、僕が興味持てるっていうことは多分後ろの何千人かの人も興味持ってくれると思うので、うん、割とそこに鉱脈がある、はいかなと思います。識学さんの場合は結構そのノウハウが、識学のノウハウ自体がコンテンツだったので、はい、割とあんまり写真とかは聞いてない気がするんですけど、はい、いきなりコンテンツから入っちゃったんですけど、うん、でも他の、ね、B2B でよく何をやってるか普通の人からするとちょっと分かりにくい会社さんとかは、なんでこれを始めたんですかっていうところから入ると、はいうん、企業の話じゃなくて人の話になるので、うん、で人の人生の話になるし、うん、で絶対失敗してたりとかして、その失敗からうまくいったみたいな、この V 字ストーリーみたいなのが聞けるので、なんかそこから聞くことが多い。だから自分のストーリーとか自分たちのストーリー どこまで興味持ってもらえるんだろうとか、材料としては面白いのかなって思う人多そうじゃないですか、はい、それどう思います。ああいや面白いと思いますよ。でそうみんなやりがちなのが、はい、うまくいった部分だけを多分ストーリーにするから、はい、なんだうまくいってる会社じゃんみたいな、はい、なんだサイバーエージェントうまくいきましたみたいなところばっかり書いてると、うん、共感してくれないと思うんですけど、はい、一回なんかどん底がありましたとか、うん、こういう不況でこれぐらい売り上げ落ちましたとか、うん、ね、口座に10万円ぐらいしかなくなりましたとか、うん、なんかそういう話もちゃんと入れてもらえれば、うん、そこからの V 字回復みたいな話になるので、うん、絶対面白くなるはずだし、絶対共感してもらえるし、好かれる会社になる、うん、ブランディングとしてはすごいうまくいくような気がするんですけど、うん、でも大体ある程度それなりに起業して、はいまあ、頑張ってる会社だったら、はい、大体掘ったら それこそそういう、まあ、苦しかった時の話とかはそう、まあ、大体あるってことですよね。うまくいってたら言ってたでうまく出た秘訣をノウハウにしてコンテンツにしてっていう場合も、まあ、ゼロではないですけどね、うん、でもやっぱちょっとこうチャーミングさに欠けてしまうので、うんまあ、どっかでは弱みを出しましょうみたいな、うん、弱みっていうのかな、うん、人間っぽいところを出しましょうみたいなことは言いますけど、うんうんはい、ちなみになんか我々の場合は、はい、竹本さんがやってる場合っていわゆる企業主語のコンテンツをこう裏からうんうんね、支援する形で、はい、我々はどっちかといえば主語は自分たちのメディアで発信して、ただ企業さんからそういうのを吸い上げてやるっていうことが、はいまあ、そういうパターンでコンテンツ作ってますけど、うん、もちろんやっぱうちも人に出てもらって人を経由で伝えていくっていうのはやっぱこだわってるんで人すごい大事にしてるんですけど、はいはい、やっぱ話聞いててなんか本当にその企業のユニークな魅力とか、うん、例えばもちろんサービスのことを伝える時も、はい、これとこれとこれ掛け合わせたら、うん、これはその企業のユニークネスになってるよねっていうところまではやっぱり粘り強く話聞いてきますね、うんうん、だからこれ魅力なんですって言われても、はい、あれなんかそれでも他にありそうだなって思うじゃないですか、はいはい、でただいろいろ聞いていく中であこれかけるこれはないですよねっていうところになるまではやっぱ聞かないと、うん、そっか掛け算でやっぱり結構苦しいんですよね、うん、そのアテンション取るのに、はい、なんででも掘って聞いていくと、はいまあ、商品のハードな魅力だけじゃなくて、はい、いろんなものの掛け合わせなんでちょっと材料はいろいろ引き出さなきゃいけないんですけど、はい、あこの人がやってるこれってのはないよねっていうこともあるし、そっかそっか
そこまではやっぱり粘り強く聞かないと、なんかこう発信していく上で戦えない感じがして、そこはめちゃくちゃ聞きますね。そうか、あの手この手で開発秘話みたいなやつとかももう結構擦られてるというか、擦られてますよね、多いですかね。その開発秘話のやっぱりこれちょっと言い方あれですけど、はい、まあ、強度っていうか、ね、それがどれだけの思いがこもってるとか、はい、でそれを作ったまでに例えばね、すごく極端なこう開発の試行錯誤があったりとか、はい、そこまでいったらこれはものすごい情熱を感じてもらえるから発信できますねっていう、多分ある程度話聞いてて、うん、そのどこまでその企業のそのストーリーがユニークかとか、うん、まあ興味を持ってもらえる強度があるかっていうのはそれは見ますよね。結構でもそのオフレコ部分が面白かったりしません？これってもうすごい攻防戦だと思うんですけど、うん、コンテンツを面白くしたい側と発信したい側の、うん、まあ本作る時も全く一緒で、なんかさすがにこれ言うとなーみたいなのが、うん、あ、それめっちゃ面白いですとか、あとお金絡みの話とか、うん、実はこれ1億でできてるんですよみたいなのとかって、うん、あ、これ言えないですけどねみたいな、うん、あ、それ一番面白かめちゃくちゃありますよったっていうのがあるので、はい、そうなので、まあ、編集者の価値としてコンテンツ作りは AI とかでできちゃったりとか手軽にできちゃうと思うんですけど、うん、そのいかにギリギリを攻められるかって、うん、結構編集者ライターの価値だなと思っていて、うん、それはあるかも。ちなみにあと今これターニングコンテンツっていう、はい、一応番組になってるんですけど、はい、まさにこうなんかこう文脈変わったり、はい、ちょっとこう知名度が上がったり、はい、なんかこのコンテンツであなんかいい反響があって流れ変わったなみたいなのがその事例っていうか、ノッタホテルさんはちょうどだからなんだっけな、ノッタホテルさんが最初にバズったのって確か、うん、そのカートで8億円だったかな、なんかでホテルが買えるみたいな、別荘が買える8億円みたいなのがバズって、うんうん、サービス自体でしたよね。そう、サービス自体が出て、うん、その購入サイトがなんかカートに別荘を入れるみたいなのがなんか面白いってなってバズったのはいい、はいはい、そこで知名度ガッて上がったのは良かったんだけど、はいはい、なんか富裕層相手っぽい、いいちょっと実体のない怪しい感じにも見えちゃってるので、もうちょっとバックグラウンドをお伝えしたいっていうので、うん、ノッタホテルを僕が作った本当の理由だったかな、うん、っていう、ノートをまとめさせてもらって、うんうん、そこから前澤さん ZOZO で、一緒に前澤さんと仕事をしてきた人なんだなとか、うんうんうん、まあシリアルアントレプレナーというか2社目の起業家だったりとかちゃんと実績のある方なんだっていうのもそこで、分かったし、うん、なんかそこから多分ファンが増えて、そこからこうなんていうのかな、ノッタホテルさんがやることなすことを割とこうみんな、うん、いいねっていう流れに、ね、富裕層向けの嫌な感じとかじゃなくて、なんか面白いスタートアップみたいな形の文脈ができていったかな、はいはいはい、その色眼鏡かけてサービス見るようになったから、はい、全部ポジティブに見えるというか、そうですね、そういう思いがあって、はい、これまではそうノッタホテルっていうプロダクトにスポットが当たってたんですけど、それだとちょっとイメージが、はい、一人歩きしちゃうので、うん、浜渦さんを出していったっていう感じ、うん、浜渦さんにブランド信頼を集めて、うん、で人間味を出していくというか、うんうんうん、だからノッタホテルを作ったきっかけとかも確かなんかそう、宮崎県の青島っていう全然何もないところに、うん、地元なんですけど、はいはい、そこにホテルを建てようとしたら、はいはい、なんか使用上銀行からお金が下りなくて大変なことになってどうしようってなって、はいはい、なら先にいいよねって言ってくれる人を先にお金集めりゃいいじゃんっていうので、はい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 、パースだけをこう、ね、サイトに乗っけて先に購入してもらうっていうやり方ができたんですみたいな裏側が知れると、うんうん、あ、なんだ怪しくないんだというか、確かに、ね、なんかそういう苦労もあったのねみたいな感じになって、うんうん、結構もともとね浜田さんがすごいんですけど、うん、ただそれを素直に伝えていくだけでうまくいくかな、いったかなという例ですけど、そこでうまくその知名度が、まあ知名度があるってそれマイナスだろうとプラスだろうがなんか使えるじゃないですか、うん、はい、だからそれはうまくそこのちょっとマイナス面の知名度もあったかもしれないっていうのをうまくそれを利用して違う方の逆サイドを伝えに行くみたいなパターンですよね、はい、そうですね。でもそのクライアントは何をしたくて、はい、依頼したんですか。最初のそのノッタホテルを、作った本当の理由っていうのが結構読んでもらえて、うん、あ、これ効果あるんだなっていうので個別で
契約してもらって、はいはいはい、っていう感じなので、まあ、きっかけは、まあ、全体のブランディングというか、あでもこれって採用にも寄与するし、うん、プロダクトのイメージというか、なんか会社の全体のブランディングイメージも変えられるし、はいはい、でそうなんですよ、ね、1個の目的ではないのか。なんかそれで言うと、多分まだ竹村さんは見せてないスライドあって、 あれ僕ね超共感したんですよね。これめっちゃ共感するんですよね。そう、何に効果がありますかって言われた時に、本当は明確にこれって言えればいいんですけど、うん、経営者って、まあ、あらゆる事業というか会社のど真ん中にいるので、うん、まあ、その方が発信することの効果ってやっぱ採用だったり、まあ、インナーブランディングというか、うん、モチベーションが上がるとかパーパスが明示できるとかもあるんですけど、うん、まあ、採用もですし、まあ、明確にこれ投資家に届いてどうのこうのっていうのは、はい、まだ声高には言えない感じですけど、でも効果はきっとあるはずだろうというのでっていう図です、うん、これはでもめちゃくちゃ共感するなと思ってて、僕もあの価格コムの創業者の、はい、あの牧野さんっていう方、すごい伝説の、そう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 、はい、にインタビューしたやつが、はい、メディアの初期にめっちゃバズったんですよ。その時に、まあ、その人のだから潜伏してた時と、はい、そこからやっぱりまた起業したくなって、はい、で今はアルバムっていう美容室やってるんです、はい、でこういう戦略でやりたいんですってなったら、まあ、なんかすげえみたいになってバズったんですけど、うんうんうん、なんか一番最後に人材募集のリンクちょっと貼ってくださいっていうふうになんか公開直前に言われて、一応ちょろっとねそれ書いといたら、全然だから採用向けのコンテンツじゃなくて、ただその牧野さんのちょっと反省みたいなやつだったんですけど、めちゃくちゃ応募来たって言ってて、多分50件ぐらい来たのかな、多分来たって言ってたんですけど、だから採用向けにやってないんですよ。なんですけど確かに結構全方位的な効果があったっていうのをそれで実感して、このターゲットにこうしたいからって言ってこう考えすぎてやるとね、そうなんですよね、縮こまるっていう感じがするんですかね。そうなんですよね、確かに。だから採用広報なんだけど採用には一切触れないって結構ありますよ。確かにね。そう、企業のストーリーをやって、そう、本当最後にちなみに募集もしてますっていう形にするのが、そうそうそう、実は一番そう。だいいなって、この人いいな、なんか一緒に仕事したいなとか思ったらポッて、はい、あ募集してんだってなるみたいな ね、はい、そうですね、ぐらいですよね。もともとやってた我々の、ね、はい、コンテンツってかなりキャスティングして、はい、大上がりにコンテンツ作って、はい、結構高額なんですよ。300万とかからとかなんですけど、はい、最近しかも動画でやってるんですけど、はい、もっとやっぱスタートアップの方のそれこそ発信のまだこうね、うん、そんなお金もないタイミングのし、まあ、サポートってできないのかなってずっと思ってて、はい、でそれでちょっと10万円からできるっていうプラン最近作ってて、安い、ちょっとそれぜひ皆さんに紹介したいんで、この流れでご紹介させていただくと、企業トピーというコンテンツブランドなんですけれども、まあ、今あったように1記事10万円という低価格で新 R25 編集部が記事化をしていくような商品になってます。企業さんが伝えたい情報を簡単にこう入稿いただくような形をご用意してまして、それで記事依頼をいただくことができるっていう点だったりとか、あとは竹村さんとの話の中でも出てきましたけれども、第三者観点でこう我々も企業さんの良さだったりとか商品の魅力っていうものをまあ引き出していくっていう編集部の方で観点を入れて記事化できるっていうところがポイントかなっていうふうには思っています。ちなみに1個だけセールスポイント言っていいですか、はい、なんかうちこれ10万円でやるって言って、はい、まあ、かなり後ろ側の制作の仕組みとか、うん、かなり工夫してやっとできるようになったんですけど、はい、記事作るじゃないですか、はい、作って要はうちの特徴的なクリエイティブとか、はい、そのインタビューの、ね、形とか、うんうん、あとはそのサムネイルとか全部作って出すじゃないですか、はい、で気に入らなかったらそこでキャンセルできるようにしてるんですよ。ね、お金払う前に、ね、そうプレビューまでは無料ですとかって書いてあるどういうこと、これ結構勝負しててすごいな。これで、まあ、ほとんどないありがたいことに ないんですけど、これは結構、まあ、一応我々が自信持ってやってるって証明なんですけ ど結構作ってもしね変われなかったら打撃高いんですけど腹決めてやってますね。なるほど、はい、すごいな。これ結構なんか二次活用してもらったりも自由っていう風にしてて、はい、こんな感じの記事になってますね。オンラインインタビューみたいな感じなんですけど、はい、感覚的には。なるほど、うん、質疑応答の時間ぜひ皆さんから募集していければなと思ってるんですけれども。
まあありますね。ツイッターやってない、ノートやってない、全くゼロっていうのを結構やってる。そんな時に何を指標にしますかだったり、スケジュール的にどんな風に考えていきますかみたいなところをいただいてますけれども、まあでも1ヶ月2ヶ月あればできそうですけどね。その X ツイッターを毎日やりつつ、一発大きめのノート、これはっていう中心となるようなノートを一発出せば、最初のノートを出すとこうネット上で自己紹介できる感じになるので、はい、そこでちょっと空気は変わりますけどね。確かに、うん、でも本当にでもその何の発信力もなくてフォロワーもいなかったら、それどうやって見てもらうのってなんか思っちゃうじゃないですか。そうですね。だからこそちょっとずつその X だけは続けておいて、はい、そこはまあ仮に一個一個のコンテンツは無風でもいいんですけど、はい、この長くやっておくことが重要 で、はいはい、でその上でノートを一発やると、そのノートを読んだ人がツイートを見てくれるので、うん、あこういう感じの人なんだと思ってフォローしてくれるとかもあります。一番いいのはっていうか、本当にいい自己紹介ができるとインフルエンサーというか、まあフォロワー多い人が結構引き上げてくれるというのかな、うん、引用で感想を書いてくれたりとかするので、うん、それこそメルカリの山田さんとかが、うんうんうん、なるほどねみたいなことをこうつぶやいてくれるだけで全然変わってきたりとか。確かにね、そういうので経営者の創業ストーリーとかだとこう、はい、意外と誰かは共感してくれてとかってあったりしますもんね、はいはい、なんか社長の創業ストーリーとかっていうのは、はい、まあ一回がっつりまとめて、はい、掲載した方がいいですよね。経営者の発信でやるんだとしたら、その新卒採用とか若い人に訴求したい場合は自分の若い時の話をしてもらうようにしてて、僕が20代の時ってこうだったよとか、僕が30代の時こんな苦労したよっていうと、はいはいはい、そう大学生の人とかその新卒の人は、あなんか 社長のなんか昔の話が聞けるっていうので、うんはいはい、ちょっとこうなるほど、ね、読んでもらえます。場合によっては創業ストーリーにもっと前っていうか。はい、そうですね。確かに意外とこう、今イケイケの起業家なんですけど、はいはい、昔はなんか店をあの畳んでたりとか、はいはい、なんかうまくいかない経験も、1000万とかを確か借金して、なんか借金して店作ったんだけどうまくいかなかったみたいな話を、はいはいはい、多分 2本目か3本目でノート出してるんですけど、そうなんだ。ああいうのは多分若い人の共感を得られるかなと思いますし、なるほどね、だ中途向けだったらやっぱキャリア論というか、はい、まあ、転職してる、ね、社長だったら転職の話とかキャリアに関する話とかをするといいと思いますし、確かに。だから僕思うのは、うちの会社ってこうだからこういう制度整ってます、こうしますっていうことももちろん悪くはないと思うんですけど、はい、どうしてもこう飾りっぽく聞こえちゃうじゃないですか、うんうん、それよりは本気でこの社長さんとか代表の方がどうこういいキャリアって自分自身がこういうふうにキャリア積むといいと思ってるとか、はい、自分の経験から語ってる方が、うんはい、なんていうのかな、会社の制度とかっていうよりはこういうキャリア論の人が会社やってるんだっていうことの方がなんかなびく気がしますよね、うん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 、そうですね。そう、それこそ会社のことよりなんか自分の考えの濃いところを出してるっていう感じだと思うんですけど、はい、 そこは確かに落とし穴になりなりがちですよ ね。会社の制度、風土、カルチャーとか風土とかもすごいユニークなものだったらたまに、うん、もちろんね、そう結構ノートにしてバズったりとかもすることあるので、はいはい、でもまあなかなかね飽和状態なので難しいっちゃ難しいですけど、 DNA さんがなんか温度 YouTube 最近頑張ってて、はい、あのやっぱ社員の方といわゆるその社長を絡めて対談させると、はいはい、もちろ なんかその社長さんのある程度権威性とか知名度も使いつつ、うん、社員の人のなんか良さが引き出されるっていうか、ね、あのブラックな西崎さんとかも自分出てて社員の方出すとうまく社員の方のことも伝えられたり関係性が明示できるじゃないですか。確かに確かに、なんか単体で社員の方出ててもその辺見えてこないから、確かにそれ僕ね2人で出た方がいいと思いますねそうですね、うん、やっぱり経営者経営者だから経営者をもう引っ張り出して結構聞かせながらやっていくみたいな、確かに確かに方がいいのかなって思いますね。面白いって何って超大事じゃないですか。確かにそれ難しいっすよね。でも僕もなんか宣伝会議で話しててそこは一定のちょっと結論が出て、はい、なんか、知りたい話聞いてる時にんってなる時あるじゃないですか。あ面白いって
普通からの差分じゃないですか、はいはい、結局は。確かに、あの普通の人が普通に考えることからどれだけ逸脱してるかが面白いだと思ってるんで、はい、確かに確かに話聞いててんってそれなんか一般で言われることと逆じゃないみたいなのあるじゃないですか、はいはい、安藤さんとかも絶対なんかそういうこと言いますよね、はい、どういうこと言いますっけ安藤さんとか。あだから部下と飲みに行くとか、そうそれ言うじゃないですか、はいはい、それが多分あれえなんですかそれかってとこが多分ほぼ引っかかりでそれが面白いとこなんで、うん、多分話聞いてるときに全部そこを竹村さんも多分ストックしてますよね。それを多分140文字で出していくとかっていう感じになるから、はいはい、多分そこをどれだけ集められるかが、はい、多分まあアテンションを作る一番初めの種なんだろうな。面白いか面白くないかの分岐点で分かりやすいのが、うん、なんか会話が始まるかどうかって聞いたことあって、うん、それいいなと思ったんですよ。会話が始まるか、はい、うん、それを見てから会話が、まあ、これあの嫌われる勇気とか編集した柿内さんっていう編集者の言葉でもあるんですけど、うんうん、嫌われる勇気とか、うんうん、あの人もともと竿だけはなぜ潰れないのかっていうのでう、ねはい、世に出たというか会計役の方ね、はい、はい、確かに竿だけはなぜ潰れないのかとか嫌われる勇気とか、はい、全部なんかそっから会話が始まるって思うんですけど、それは周りの人ととかってことですか。あ、そうです、はいはいはい、タイトルを言った時にあ確かに嫌われる勇気俺ないなとか嫌われる勇気あの人ありますよねとか、うん、嫌われてもいいんですかみたいな、なんかいや嫌われたくないですよみたいな話が始まるかもしれないですし、ね、だから僕もだからノートのタイトルとかツイート作るときはこっから会話が始まるかどうか、最近出したやつで心理的安全性をバリューに入れたけどうまくいきませんでしたみたいなタイトルにしたんですよ。なるほどね。したら結構確かにみたいな、心理的安全性ってなんか結果論であって別にバリューに掲げるもんじゃないよねみたいなのでちょっと盛り上がって、あなんかこれで確かに会話始まったな。そうか、だから会話が始まるかどうかがその面白いかどうかの分岐点って思っておくとちょっと分かりやすいかもな。はいはいはい、こっからね会話が広がるかっていう、はい、それ面白い観点。じゃあ部下と、そう部下と飲みに行くなって言われたらやっぱ会話始まる。始まる。俺はそう思わないけどね。飲み行ってるわみたいな。いやなるほどね。あそれはいい観点ですね。確かにと思って。だタイトルもそうだし、まあ面白いと思う材料として、はい、あそれ出していきましょうっていう種として会話が、はい、そこ起点で始まるかって。うんうんうん。最後にお二人から、これからの時代にコンテンツを作る上での心得だったりとか一言アドバイスなんかがあればお願いできたらなと思いますけれども、竹村さんから。冒頭申し上げたようにちょっとその企業発信をしようってそもそも思って始めた仕事ではなく、うん、ただただ目の前の人が面白くて、経営者って大体面白いし、まあ、企業で何かしら、うん、試行錯誤して頑張ってる人って面白いので、あこの人の話面白いな、この話をみんなに伝えたいなと思ったら結果的に仕事に、あお金にもなり仕事にもなりっていうことでつながっていったので、なんか企業の発信をしようってあんまりちょっとこう肩肘張らずに、この人何が面白いのかなとか、うん、下心で近づいてっていいと思うんですよね。明日社員インタビューするけど、この人のキャリア論でなんか自分に役立つことないかなって聞いてみるとか、はいはいはい、まあ、別にキャリア論じゃなくてもいいのか、仕事術とか、なんでそんな仕事早いんですかでもいいんですけど、あじゃああんまりその視聴者とか読者の方を過度に向くとかじゃなくて、はい、じゃなく自分のね、そうですね、で自分が面白いと思ってそのまま素直に伝えれば、おそらくその後ろの読者とか SNS のブラウザの向こう側の人たちも面白いって思ってくれるので、うんうん、むしろ自分が楽しむことが読者を楽しませることになるので、うん、とにかく楽しむっていうのがいいんじゃないかなと思いますけど、ね、僕が最後に言いたいのは、我々は企業トピで、まあ、10万円でね、我々が面白がってコンテンツにするということをやりますので、ぜひどんなコンテンツができるのかね、あのお試しいただければ嬉しいなというのが我々のアピールですかね、はいはい、なので、まあ、あの竹村さん自身が経営者支援してますし、まあ、我々は企業さんの商品サービスを面白がるということをやってますので、ぜひあの今後とも竹村さんにご注目いただければと思います。、はい、ありがとうございます、はいはい、ありがとうございます。